先ほどツイッターで書いたんですけども、NHK 党が原告でですね、楽天のですね、代表者会長と多分、社長もしてるんでしょうね、三木谷博さんをですね、被告とした裁判提訴します。これまでですね、正面切って楽天の三木谷さんに対して記者会見とかではね、YouTube などではこう主張してきたんですけども、裁判とか警察とかそういったところをですね一切やってこなかったんですが、もう三木谷さんがですね、いろんな証拠持ってます、僕も。三木谷さんがガーシーにね、口止め料を払ったという話であったりとか、その金がですねガーシーには渡っていないこととか、もちろんですね三木谷さんが、いろんなところで女性に対してお金を使っていろいろとやってると、悪いことをねしてるというのはもう間違いないんですよね。これはもう複数の証言とか証拠があります。にもかかわらずですね、三木谷さんが警視庁にガーシーに対して名誉毀損で、刑事告訴をしたと。これ結構ですね固い情報がもう入ってきましたので、しかもそれをですね、どこも報道しないわけですね。その NHK なんか一番そうですけども、NHK なんか受信料でやってるんだから、三木谷さんやっぱ取材しなきゃいけないですね。そういう取材もせずにですね受信料払えと。そして郵便法違反もですね未だ全然、NHK も最初だけやって刑事事件のこと一切触れないと。ちょっと本当この国腐りきってると。でガーシーのその除名処分の動き、懲戒処分の動きがですねすごい加速してるんですね。でこれなぜかというと、その楽天の三木谷さんが刑事告訴をしていることをですね公にしたくないと。つまり国会で逮捕許諾請求というのをですねやると、三木谷さんや綾野剛がですね、ガーシーをね警視庁に提訴しているっていうことがバレちゃうので、それを恐れてですねもうガーシーをですね、逮捕許諾請求を警察が参議院に出す前にガーシーを除名しようという動きがどうもあるようなので、ここまで来るとですね、こちらの方としても攻撃を仕掛けていくということで、これまでね僕はそのガーシーのペースでやるべきだというのがあったので、僕は自重してたんですけども、ガーシーにも昨日話をしてですね、こういったことをやっていくことについて OK をもらいましたので、ガンガンですね、やっていきたいと思います。三木谷さん、を被告とする裁判をこれをやります。これは NHK 党が原告です。綾野剛氏に対する新しい訴訟ですね、これはガーシーが原告になる予定です。そしてですね神谷宗平氏に対してもこれ新しい裁判を提訴することになります。この神谷宗平氏に関しては例の仮想通貨女子ですかね、金ちゃんと平塚俊樹氏のですね YouTube でですね、これも完全にこれをね拡散するというようなむちゃくちゃなことをしていますので、事実じゃないものをですね、拡散しているということで、参政党の神谷宗平氏に対しても新しい裁判を提起します。さらにですね、NHK に対しても郵便法違反してるじゃないかということで、組織犯罪をする NHK には受信料払えませんというようなことでですね、NHK も含めて、いわゆる三木谷さんの報道しないことがね、僕ね報道しない自由の権利っていうのは俺も最大限尊重するべきだと思って、これまで政党がね報道機関のですね報道しない自由に介入するのは憲法で禁じられている検閲に当たると思って控えてきたんですけども、さすがにこの日本を代表するですね、楽天というものの代表者のですね犯罪行為、不正行為ですね、このようなものをですね報道しないというのはちょっとそれはもう検閲というレベルじゃなくて、僕が日頃言っている美味しくない料理じゃなくて、もうこれは腐ってる料理の範疇になるという判断をいたしましたので、NHK そして楽天三木谷氏、そして綾野剛氏、そして参政党の神谷宗平氏、まとめて今週中には裁判提起しますので、また詳細が出たらお知らせさせていただきます。